はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジータクティクス獅子戦争やっていきたいと思います。いや、超懐かしいですね。PSP のね、あの家の置き場をちょっと見てみたら、あ、出てきたんで、すげえ久々に、やりたくなったんで、今回からやっていきます。で、まあセーブデータあるんですけど、普通に最初からやっていきましょう。私はイバリースの中性子を研究しているアラズラムと申す者。キ君は獅子戦争をご存知かな？ちょっと字が見づらいね。かつてイバリースを二分して争われた後継者戦争は、一人の無名の若者ディリータという名の若き英雄の登場によって幕を閉じたとされている。ここで暮らす者ならば誰もが知っている英雄譚だ。しかし我々は知っている、目に見えるものだけが真実ではないことを。ここに一人の若者がいる。当時騎士たちの、なんだこれ、なんとかとして名高い名門ベオルブ家の末弟だ。彼が歴史の表舞台で活躍したという記録はない。しかし昨年公開された長年教会の手によって、これマジ読めないで、陰徳されていたか、デュライ白書によれば、この名もなき若者こそが真の英雄だという。いやいや、教会によればこの若者は神を冒涜し国家の秩序を乱した。何すげえ字が見づれんだけど。どちらが真実なのか。さあ私と共に真実を探求する旅へ出かけよう。おっと、その前にキ君の名前と誕生日を教えてくれないかな。まあ、名前は普通にラムザでいいでしょう。 OK。 誕生日なんか関係あったっけ。もう全然覚えてないな。めっちゃ好きだったけどね、これ。プレイステーション版から結構やった気がする。まあいいや、普通に12月31日でいきます。で、普段自分が RPG 実況するときって、もう自由気ままにやっていくスタイルなんですけど、今回はね、ちょっと一つ縛りを入れようかと思ってます。まあそれね、まあ大した縛りではないんですけど、一応ラムザ一人旅、ラムザ一人で突き進んでいく、感じでやっていきます。まあ、最初はねちょっとレベル上げとかそのジョブ揃えたりするので準備に時間がかかるかもしれないですけど、そこら辺はね、まあ、カットとか早送りとかしながらある程度体制が整うまでは、まあ、地道なねレベル上げ作業的なものが続きます。基本的に入ってきたキャラクターは全部除名だよね。まあ、最初のレベル上げではバイト君みたいな感じで役立ってもらうけど、基礎がね構築されたらもうみんな除名していこうと思います。最初こんなオープニングだったっけ。プレイステーションの方はね、確かなんかちょっと実写チックな感じだったと思うんだけど、 PSP 版は絵になってるね。チョコボの乗り心地ってどうなんだろう。そしてチョコボは時速何キロまで出るんだろう。馬とチョコボだったらどっちが速いかな。結構速そうだねこれ。しかもチョコボは戦闘もできるからね、めちゃくちゃ優秀だよな。
オーボンヌ修道院。我ら罪深きイバリースの子らが神々の、これは何、お力により救われんことを、女騎士、オベリアと呼ばれた娘、アグリアスとかもね、仲間になった時はもうめちゃくちゃ使いやすいっていうか、やっぱり特殊なジョブだからね、めっちゃ使ってたけど、まあこいつはお呼びではないんで、もう小1時間になる。1時間ずっと待ってたんだ。ガフガリオン、一刻を争う誇り高き北天騎士団、辺境の護衛隊長なんだね、こいつは。北天騎士団に雇われた傭兵、そう、この国はね今ちょっとゴタゴタしてるんですよ。ちょっと解説を入れると、他の国と戦争をして負けたんですよ。で、多額の賠償金を支払わなきゃいけないんで、金がなくなってしまったと。まあ、それでね、治安がだいぶ乱れているというようなところですね。ゴルターナ港。ラムザ。僕はもう騎士団の一人じゃない。一員か。あなたと同じ傭兵の一人だ。最初のチュートリアル戦闘。になります。で、FF タクティクス自体結構ね簡単ではないんだよね。結構難しかった気がする。黒獅子の紋章、ゴルターナ港。そこの女、無駄な抵抗はやめておけ。おとなしく王女を渡すんだ。我々だけに任せておくんだな。金が稼げんのだよ。勝利条件、すべての敵を倒せ。取り残らずやるぞ。生きて返すな。殺す必要はない。こいつは勝手に動くんだっけ？ガフガリオンとか。あ、勝手に動くね。闇の剣。使い勝手はいいんだよね、闇の剣って。簡単に言うとドレインみたいな感じですね。ダメージを与えてヒットポイントも回復できると。で、自分はラムザなんで見習い戦士ですね。これで突っ込んでいいんだっけ、わからん。ちょっと死んだらやだな。ガフガリオンの後ろにいよう。で、待機して、武器とかもちゃんと関係あるんで、アグリアスはホーリーナイト、不動明剣、強い。あれ、俺って経験値もらった方がいいのかな。これ行動しないとね、経験値もらえないからね。ただ移動するだけじゃ経験値もらえないんですよ。で、敵もね結構頭がいいんだよね。そう、普通にレベルも上がるし、敵も。弓使いか。チャージしてるね。遠距離
厄介だよね、アイテムし。さすがにフェニックスの方は使ってこないか。ダッド、これただの一般兵だよね。チャージプラス2、ゲー40とか強くね、死ぬんじゃん。おお、まだ生きてる。ガクガリオンとアグリアスが勝手に敵倒してくれるでしょ。闇の剣で攻撃しながら回復できるからね、こいつはマジで。さてじゃああっちには行けないから、このアイテム紙みたいなのつっつきますか、せっかくだから。レベルは9、戦うガッツ、貯める体当たりもマジない、普通に攻撃しよう。21しか当たんないのか、弱えな。こいつ死にそうだぞ、大丈夫か。勇猛果敢に攻撃してるけど、まあ、別に死んだところでね、大したことないからね。攻撃した後ちゃんと逃げるね。で倒せるやつを倒す。命脈は無常にして、なんちゃらかんちゃら読む前にメッセージが終わってしまった。あと技によってはね、これ味方にも当たるからね。魔法はね原則味方に当たるんですよ。ケアルとかもね、敵にかければ敵が回復するし。こっち一人やられたか。やっぱ弓使いだよな。ゲッポーションなんて使ってくんだ。ラッド、お、攻撃できるんじゃん。ラッド横から殴った方がもちろん命中率は高くなる、正面から行くよりは。お、なんか唱え始めた。ファイヤー、普通にこいつ魔法使えるんだっけ。なんか何でもできんな、魔法剣士的な。いけるか。お、いけんね。こいつに攻撃できるね。攻撃していこう。 74% 武器装備ガード持ってる。パーセンテージだからね、戦闘の途中では確かセーブはできなかったと思う。いや、スパロボみたいになんか外れたらリセットみたいなのはできないんじゃないかな。お、ダッド狙いか。倒せるやつを倒してくる。こいつ死んだな、ダッド多分。あ、ポーション使ってる。俺が与えたダメージが。勇猛果敢に攻撃、弱っ。18とか、あと予測ダメージも普通に出てくるんで。闇の剣、ガフガリオンマジ強いわ。こいつ何の役にも立ってないな。あ、でも攻撃力は高い、35も当たる。俺こっからだとさ、いけねえんじゃん。なんかある、ガッツ貯める体当たりおまじない。これどうやって見るんだっけ。なんか効果見れた気がするけど、精霊に自分のヒットポイントを捧げて、その倍の分相手のヒットポイントを回復してもらう。まあ、体当たりは普通に体当たりするだけでしょう。貯める、力を貯めて物理攻撃力を上げる。あ、これそのまま攻撃力が上がるって感じ。おお、なるほど。じゃひたすら貯めて経験値とジョブポイントを貯めるみたいな。不動明剣、あとはこいつをタコ殴りにするだけだ。あ、死ぬんじゃね。ラッドがやられた。
敵を取ってくれ、ガフガリオン。闇の剣。味方が2人倒れている。味方は死んでないはず。死なさい。離して。まあ、さっきの舞台はおとりですね、簡単に言うと。腹パン。恨むなら自分が神様にしてくれ。そんな、まさか。生きていたのか、ディリータ。英雄をディリータの名が歴史に初めて登場するのは獅子戦争勃発の1年前。50年戦争の敗北は戦地より帰還した騎士たちの職を奪い、王家や貴族に対する忠誠心を放棄させ、盗賊に身をやつす者、王家に対して謀反を企てる者など大量の凶賊や逆賊を生み出した。そのため当時のイバリースは強盗や殺人が日常茶飯事に起きるほど治安が乱れており、幾人もの英雄や魔術師を輩出した。ここガリランドの町もまた例外ではなかった。チャプター1、持たざる者。さっきより過去になりますね。1年前？ガリランド王立士官アカデミー。昨夜もイグーロス行きの荷馬車がやられたんだとさ。それもムクロ旅団の仕業なのかしら。これから何が始まるんだろう。知らないか、ディリータ。いや、ただある程度の想像はつく。ラーグ公がこの町へおいでになる。なんで？ランベリーの領主エルムドア公爵も。それは初耳だ。公式訪問じゃないな。今のイバリースはどこもかしくも危険地帯ばかり。騎士団は八面六臂の大活躍だが、実際には人手が足りない。で、僕たち士官候補生ってわけか。一同整列。北天騎士団騎士、士官候補生の諸君任務である。諸君らも知ってると思うが、昨今このガリオーヌの地には野蛮極まりない輩どもが急増している。中でもムクロ領団は王家に仇をなす不忠の者ども、見過ごすことのできぬ盗賊どもだ。我々北天騎士団は訓命によりムクロ領団の殲滅作戦を開始する。この作戦は大規模な作戦である。北天騎士団に限らず、イグーロス城に駐留する殿下の近衛兵騎士団など多くの騎士団が参加する作戦だ。諸君らの任務は後方支援である。具体的には手薄となるイグーロスへ赴き警備の任に当たってもらいたい。
点点。士官候補生の諸君、装備を固め剣を手に取るがいい。我々北天騎士団によって撃破された。盗賊団の一名がこの町へ逃げ込もうとしているのを連絡を受けた。我々はこれより町に潜入する。奴らの掃討を開始する。諸君らも同行したまえ。これは殲滅作戦の前哨戦である。以上だ。直ちに準備にかかれ。やれやれ。ちょっとセーブしよう。なんか一番とか普通にレベル1だね。第一部隊定員が5名、あと4名、ラムザ最初はちょっとさすがにね。あ、これ出てやったっけ。スタートがエンド、ステータス、あ、これか。 R で変えるんだ。見習い戦士、見習い戦士アイテム士、見習い戦士、見習い戦士アイテム士。全員は出せない。あと 4名でしょ。1、2、3、4、5、6人いるね。アイテム士でも2人くらいいた方がいいよね。結構ダメージ食らうからね。一応こっちの方にも人を配置しておく。じゃあせっかくだから、こことここと、なんか女性は魔術師系だった気がするんだけどな。これどうやって変えるんだ。あ、変わった。これで女性入れとくか。じゃあこんな感じ。 OK。魔法都市ガリランド。これアイテムを使うのにもね、アイテム種とかちょっと専用のアビリティが必要なんで。なんだガキどもじゃねえか、ついてるぜ。いいかやろうども、このガキどもを倒せばいいんだ。そうすりゃ逃げることができる。気にすることはね、一人残らずやっちまうぞ。全ての敵を倒せ。あ、ディリーターがいる。左にディリーターがいるじゃないか。右が手薄だな。こいつ勝手に動くからな。そして別にすげえ強いわけでもない。さっきみたいに16か。やっぱそれなりに食らうよね。基本はこう待って迎え撃つ戦法がいいんだけど、ディリータがね突出するからな。別に死ぬことはないからいいんだけどさ。ラムザ気をつけろ、むやみに前に突っ込むなよ。お前が言うな。侮るなディリータ、僕だってベオルブ家の一員だ。ベオルブ家だと、あのベオルブの名を継ぐものか。お前たちは士官アカデミーの候補生たちか。貴族のクソガキどもが。おとなしく投降しろ、さもなくばここで朽ち果てることになるぞ。お前たちひよっこどもに何ができるというんだ。お前たちの苦労知らずのガキどもに俺たちを出せるものか。あ、で俺か。待って、どうやって動かすの。こうこう。あんまり進みたくないんだけど。こいつたちは前に出るか。前に出る。ディリータの方はちょっと前面に出ていかないとね。ディリータを回復させながら行くか。ただ人数的にはこっちの方が有利。ちょっと待って、全然進めなくね。これ以上上にはいかない。そんなに動かせるわけではない。これアイテムさ、ポーション5つ届く？届かないよね。そう、これ人がいるからね、こいつにポーションが当たっちゃうんだよね。じゃあ待機。ほら行け。あの女の人何やってんの？防御してんのか。アイテムし、こいつ多分ヒットポイント回復させないか。もう一個前に出よう。じゃあフィ
ィッシャー、え、いいや、一体ずつ確実に倒していく。で、こっちもいとこう。で、こいつがこいつを倒すでしょ。あ、これ基本的に普通に殺すんで、あの追っ払うとか懲らしめるとかっていう世界じゃなくて、普通に殺人を犯すから、なかなか厳しい世界だよ。ポーションで回復させよう。ディリーダキャロル来るか。来るね。12、ポーション30回復するってことは、いや、2人に狙われるとほんと厳しいわ。ディリータを回復させたから大丈夫。こいつ素手なんだ。アイテム式結果は厄介だからな。でも遠く行っちゃったから、ディリータが誰を攻撃するかだよね。ラムザちょっと後ろから行こう。ポーションとかはもちろん全部共通だよね、アイテムの個数は。だからポーション買い足しときたいな。誰狙い？え、誰？あんなとこにいたんだ、見えんかった。よし、じゃあこいつも後ろを狙おう。このパターンでいくとさ、あ、大丈夫か。なんかこいつがずっと敵を倒して終わるんじゃないかって思ったけど、このアイテム紙どうしようかな。あんまりやることないな。こっちの舞台がやっぱり手薄だったね。ディリータ狙いか。げ、死ぬんじゃん。死んだ。ディリータがやられた。こいつアイテムは使ってこない。まあいいや、別にディリータに経験値が入ってもしょうがないからね。で、経験値は100貯まるとレベルが1上がるっていう、そういうシステムですね。先に戦士を倒そう。基本技とかなんかめちゃくちゃ弱かった気がする。ラムザ減ってたっけ。ああ全然減ってねえわ。で、ウェンディ誰か減ってる。ラットじゃなくて、なんだっけこいつの名前。ラットはさっきのやつか。フィッシャー16か。この戦士強えな。こいつ何装備してるんだ。まあいいや、動かなければね、もちろん早く行動が回ってくるんで、まあ、なるべくラムザで倒したいよね。こいつ強くね。殴りと殴りの勝負になるかもしれない。よし、でラムザで倒す。おら、フィッシャー、ほい、モニカー、こいつはここだから、ここたまにずれるからね。あ、攻撃が当たんねえみたいな。クリスタルエッド、姿を変えた。そう、これ数字があるじゃないですか。これが0になると完全に消滅しますね。
完全に死ぬっていう。で宝箱かクリスタルかになる。クリスタルはヒットポイントとかがね回復されちゃうんだけど、囲んどけば大丈夫かな。回収したいは回収したいよね。倒せる、いや倒しちゃおう、めんどくせえし。あ、なんか剣持ってんじゃん。クリスタルが消えてしまった。そしてディリータ大丈夫かお前。盗賊などという愚かな行為をなぜ続けるんだ。真面目に働いていればこんな風に命を失うこともないだろうに。みんな死んだんすよこれ。金500円、お2000円、ミスリルナイフ、フェニックスのポーション。え、結構よくね。ここで手に入るのって固定だっけ。なんか固定だった気もするけど、そんな細かいの覚えてないや。で、ワールドマップですね。魔法都市ガリランドがあって、マンダリア平原、これはもう敵が出るからちょっと酒場から覗いていきますか。噂話、ムクロ領団について。こんな感じですね。盗賊による被害が各地で増加している。ここガリオンヌ地方も例外ではなく、荷馬車の襲撃事件や要人誘拐などその被害は甚大なものとなっている。特にここ半年ほどで大きな勢力となっているのがムクロ領団と呼ばれる盗賊団。元傭兵や犯罪者が多数を占めており、北天騎士団も手を焼いている。国王オムドリア3世について。先日オリナス王子の誕生会の席で倒れた国王オムドリア3世の容体が心配されている。従者長の発表によると熱が下がり意識が戻った。3週間の安静は必要。公の場に復活するには数ヶ月かかる。とはいえ、もともと国政の大半は王妃のルーベリアを中心とした重臣たちが担当しており、大きな混乱はない。50年戦争、イバーリースとオールダーリア、これはもう国が違いますね、の間で約50年間にわたって繰り広げられた戦乱、50年戦争。50年戦争の起こりは、王国だからオルダーリアのディワンヌ3世が世継ぎを残さずに亡くなったこと。王位は3世のいとこにあたるバルア、なんだこりゃ6世くらいが継ぐが、3世のおじにあたる一国だからイバリースのデナムンダ2世がそれに不満を持ち宣戦布告した。これは口実に過ぎない。真の狙いは国境に面したイバリースのゼラモニアへの侵略であった。そもそもゼラモニアは独立国家だったけど、1世紀ほど前にイバリースの侵略によって併合されたという歴史を持っている。イバリースは、もう国の名前忘れちゃったよなんとかの弱体化のために援助していたが、結果的には失敗。しかしゼラモニアの貴族や諸都市らが、王国支配に不満を持っており、再度、イバリースへの介入を求めたのが真相であった。これ長いで、イバリース軍は最初首都ブラムへ進軍するけど、デムランダ2世が病気になりました、帰らぬ人になりました。わずかなイバリース国の混乱が、体制を立て直す絶好の好機を与え、バルワ4世は、ゼラモニアまで追い返すことに成功した。約2年にわたり膠着状態が続いたけれども、均衡を破ったのがロマンダ軍。ロマンダも別の国か。ラーナー海峡を挟んでイバリースの背後に位置する強大な軍事国家。血縁関係のあったバロア4世の依頼に応じてイバリースへ侵攻した。デナムンダ2世の後を継いだデムナンダ、2世の後だから次4世なの。3世どこ行ったの。まあ、いや4世は勇猛果敢な戦士であり、自ら騎士団を率いてロマンダ、なんとか軍の両国を相手にした。またロマンダでは黒死病が大流行したこともあり、わずか3年でロマンダ軍は撤退することになりましたと。この時特に功績を挙げたのが、天騎士バルバネス率いる北天騎士団、雷神シド率いる南天騎士団。この2人は超重要人物ですね。バルバネスと、雷神シドで、両騎士団が幾多の戦いで勝利を収め、イバリースへの進軍を、違う、王国だへの進軍を試みる。長引く戦乱は両国の内政を悪化させていた。で、農民一揆とか反乱が相次いだ。で、また再び膠着状態を迎えた。まあ、長え、ほんと長えな、これ。で、デムランダ4世が病死した、暗殺とも言われている。で、オムドリア3世、名前がいっぱい出てきて分かんねえな。国王には不向きな人でしたと。国政を、
重臣や王妃に任せるありさま。そのためゼラモニアに駐留する、異国軍を一掃し、異国軍へ進軍するバルア4世の後を継いだラナード王子を止める力はすでになかった。ゼルテニアへ侵入した、一国は北天騎士団や南天騎士団の奮闘があったもの、和平への道を模索し始める。結局両国はこれ以上の争いは無益なものと判断して、残された力を内政に振り分けるために和平条約を結ぶことになった。対等とはいえ実質はイバリースの降伏であり、事実上の敗北。まだあんので、戦争借款、まあ、借金ですね、借金の返済とか賠償金とかがあって破産寸前になりましたと、イバリースは。で、職業軍人たちの働きに対する報奨金などを払うこともできなくて解雇ということも起きましたと。で、不満を持ちましたということになってます簡単に言うと、最初に言った通り、戦争に負けたから今この世の治安が悪いよっていうことですね。で、コロシウムアームはちょっとできないし、共同戦線もできないから酒場を出ましょう。結局長い話を聞いただけだったな。戦士圧戦所でね、一応仲間を探すことができます。お金はかかるけど、ショップを見ましょう。購入だが、ブロードソード試着室があった気がするんだけどな。そういえばこれ買う、あ、勝手に買っちゃうな。あ、どうすんだっけ。あ、これで、あ、ダガーとかちゃんと見れるね。今ブロードソード装備してるのか、絶対ブロードソードの方が強いでしょ。あ、こっちが200円、ロッド、オークスタッフ、革の帽子。今何装備してんの。装備中、みんな装備してるわ。服なんだ。で、フェニックスのポーション4個か、50円で4500円、それなりにあるね。ちょっと買っときたいは買っときたいけどな。あ、試着室ってあったわ。今試着室をやると、で、ラムザでしょ。で、最強試着やると勝手に最強装備を選んでくれるけど、特にないですと。さて、あと見るものは、ちょっと待って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 、ここで編成。で、今見習い騎士なんだけど、ジョブポイントとかを貯めて、まあ、戦士とかになれたりするんですけど、まずアビリティですね。アビリティも付け替えができます。まあ、FF5 的な感じかな、ジョブシステムは。一応アイテムがあるね。で、これリアクションアビリティ、サポートアビリティ、ムーブアビリティみたいな。ジョブチェンジで見てみる。見習い戦士とアイテム士しかいない。覚えるか。で、ジョブポイントは157あって、これ何で見るんだっけ。違う、勝手に覚えたくない。体当たりいらない。投石もどう考えても弱そうでしょ。エール覚えたいんだよね。エールを送ってスピードを上げる技、これがめちゃくちゃ有効なんだよ。で、おまじないは最初にあったよね。で、反撃タックル、攻撃された時に、反撃で体当たりをすると。で、これがサポートアビリティか、斧の装備かの魔獣使い、防御。で、これ覚えたいんだよね。取得 JP アップやっぱり。で、ムーブアビリティは移動力プラス1とかというのが、ありまして、アイテム誌。ちなみにこれアイテム使うのにもね、覚えなきゃいけないんですよ、ポーションとか。だから今アイテム覚えたけど、多分何も使えないよね。ポーションくらいはさすがに使えるようになっとく。で、オートポーション、これ覚えたいんだよね。ヒットポイントダメージを受けた時にポーションで勝手に回復してくれるというのがあるんで、結局一人旅になるんで、いかに死なないようにするか。まあ、攻撃は最大の防御とも言うけど、ある程度ね、自分の身は自分で守んないといけないんで、まあ、ちょっとここら辺のね、アビリティとジョブを揃えて、次回やっていきたいと思います。ちょっと、ラムザを鍛えます。で、次回以降は本格的にラムザ一人で、攻略を進めていこうと思いますので、じゃあちょっと今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。